麻雀遊戯王お肉の達人さあ、お肉大好き丸山プロに肉好きの限界を目指してもらおうという企画です。こんにちは、いぴんくんです。こんにちは、マリ中こと長澤まりなです。よろしくお願いします。そしてタイトル通りですね、本日丸山かなこプロにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、始まりました、お肉の達人です。なんでこれ、なになに、え、知りません。え、知らなかった。あ、知らないです。あ、なんだなんだ。よくあるやつ。まあ、ちょっと比較的有名かなって一方思ってるんですけど、ちょっと説明しますね。では、お肉の達人というのですね、まず丸山プロがお肉大好きなのはやっぱ皆さんご存知だとね、思います。で、どれぐらいねお肉好きなのかというのも、麻雀遊戯王でですね、以前ゲストに来ていただいた時にドッキリ企画などやってですね、検証した結果やっぱお肉大好きだということはよく分かりました、うん、ということでですね、お肉の達人というゲームをこちらの方で用意いたしました。さあ、早速やってみましょう。どういう企画に行くの。ざっくり、ゲームの方は言ってなかったですね。すいません、すいません。これは丸山プロがどれだけお肉が好きなのかというのを検証のさらに上の企画でございます。はい、今までで今だかつなくですよ、一番よく分かんない説明をこれからするのでしっかり聞いてください、はい、まずですね、丸山プロに目隠しをしていただきます。目隠しをしていただいて、その状態でですね、マリチューさんがテンポよく丸山プロに牛肉、豚肉どちらかをテンポよく食べさせます、はい、目隠した状態を丸山プロに食べさせます。はい、で、丸山プロはお肉を食べたら、うん、それが牛肉なのか豚肉なのかどちらなのかテンポよく答えるもぐもぐ牛、もぐもぐ豚って、はい、その際でももぐもぐしているので、牛、豚っていうのはちょっと難しいと思いますので、うんうん、こちらの方にですね、太鼓のね、用意させていただきました。はい、はい、太鼓ね、はい、その太鼓を手に持った状態で目隠しをしている状態で、肉を口に放り込まれますので、もし牛だなと思ったら、そのあれですね、表面の方ですね、はい、ドンドンです。そうです、牛、そうです、ドンですね。これ牛です、牛です、牛です、はい、で、豚だと思ったらカツ、カツです、縁を、はいですね、はい、目隠しをした状態でちょっと分かりづらいかもしれませんが、それやっていただきたいと思います。牛がドン、豚がカツ、はい、これ、はい、ね、はい、有名なゲームのね。そうですよね、いいですよ、はい、あ、え、マジ本家はこっちじゃないんですか。わけないだろ。はい、10回連続で行っていただきまして、はい、10回連続でマリスさんが次々お肉を口に放り込みまして、どんかつどんかつやっていただきまして、フルコンボだった場合はもう一回食べれるドンということで、はい、やっていただきたいと思いますね。すごい、はい、今説明しましたけども、実際にやったことないんで、どうなるか分かんないんですけど、ま、きっとね、できるよ、きっと、ということで、なるほど、ぜひ挑戦していただきたいと思います。はい、はい、で、一応聞きましょう、丸山プロ自信はどうでしょうか。いや、自信はめちゃくちゃあるんですけど、はい、豚と牛ですよね、はい、そうですね、豚と牛です。豚と牛を間違えるなんてことはありえないと思ってるんですよ、はいはい、なるほど、ね、でもなんかね、麻雀遊戯王の企画となるとなんか不安になりますね。そうですね、めっちゃわかる。そうですね、すごいよ。でもね、やっぱ丸山プロがお肉好きであれば、はい、ね、10コンボフルコンボいけるということで、挑戦していただきましょう、はい、いけると思います、はい、では早速準備に参りたいと思います、はい、さあ、お肉の達人の準備が整いました。はい、さあ、この時間はノリノリ、ありがとうございます。このような形でですね、マリシュさんが次々にお肉を丸山プロに10連打あげていただきまして、丸山プロはその都度ですね、牛だったらドン、豚だったらカツという形で、はい、判定していってほしいと思います。フルコンボなるか。あと、飲み物欲しいときは飲み物と言っていただけたら、はい、マリシュさんが飲み物を渡しいたします、はい、さあ、しっかりね、しましょうか、不安しかない、はい、さあ、それでは参りましょう。お肉の達人始まりだぞ。さあ、行きました。まず、はい、まあ、さあ、どっち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 、え、待って、はい、はい、お、カツカツ1コンボ。かわいいな、顔が。待って、どこで確かめてますか。え、これ牛だよね。お、来ました、はい、はい、なんかね、ここ、はい、あの、なんか似てるのかな、似てるから、はい、焼いてないから、はい、思いなさない。さあ、3つ目だ、思いなさないぞ。あ、ん。ちょっと待って、
って飲まないと。あ、飲み物が欲しいとき言ってくださいね。飲み物行かない。はい、飲み物行きました。はい。なんだろうこの絵めっちゃ面白い。さあさあ続いてで続いてです。一回ね整えていただいて、はい。今ここ鬼が立ちなど連打で中。はいはい、さあ来ました。さあ4コンボ目ですね。はい。さあどっちだ。さあどっちだ、どっちだ。ちょっと待って。なんかむずいんだけど。真剣だ、真剣だ。はい。いや、あれ豚が勝つ。豚が勝つです。はい。なるほど。さあ続いての5コンボ目です。あ、もう板についてきましたね。口を開けて待てる。かわいい。口を開けて待てますよ。ひな鳥のようです、はい、叩き方も板についてきましたね。さあ叩き方も板についてきました。はい、さあ行きましょう。はい、え、何これ。え、何これ。え、待って。何これ。これ違うんですよ。牛でも豚でもないと思ったら連打してください。あれね、結構飲むの大変なんですよ。はいはい。やっぱ本家に止まる連打もあります、連打もありますね。はい、どんどんいきましょう。さあ、7個目です。はい。さあ、8個目です。やっぱ麻雀遊戯王だわ。牛と豚って言ってたのに。はい、さあ来ました。さあ 8個目。なんかちっちゃくなったよ。難易度が、終盤難易度が上がってきましたね。おーおー、はい。さあ9コンボ目。さあ難易度上げてきた。難易度上げてきましたよ。え、待って待って、なんか玉ねぎ入る。玉ねぎと一緒。肉がいる。玉ねぎと一緒です。はい、はい、これはもうね。ない、ないで分かりました。ないで分かりましたよ。はい。分かって、口の中で玉ねぎを先に処理して。なるほど。さすがお肉の達人。あ、でもこれは。なるほど。はい。さあ、そしてじゃあラストです。ラストです。え？あ、ん？さあ、さあラストなんで。さあ、すべて終わりました。さあ、じゃあめくしとって、めくしとっていただいて。いいですか。はい、さあ、お肉の出汁に全て終わりました。結果を発表します。結果、フルコンボだな。やったー。やったー。素晴らしい。マイだぞ。お肉の達人でした。嬉しい、面白い。お肉の達人でしたね。すごかったですね。ちょっと、すいません、ドライブプロ説明忘れてました。鳥も入れてたんですよ。いや、もうやめよ。なんか忘れちゃう。様子がおかしいと思ったんだよね。なんか、なんか知らないものが入ってた。いや、でも、はい、いや、でも鳥で安心しました。なんかね、下手物とかさ、知らないなんで口に入れられてたらどうしようってちょっと不安だったんですけど、はい、まだまだね、良心的だったです。我々もそこは想像してませんか。確かに。はい、よかった、よかった。いや、でも素晴らしい、見事お肉の達人でしたね。やっぱりイエーイ、よかった。お肉の達人、これはもうお肉の達人がね、もうフルコンボだったということは、これもうもう一回食べれる丼ということで。もう一回食べれる丼。これあの牛の焼肉の牛の各部位を用意して、あのドラムセットを用意して叩くってお肉マニアの。はいはい、初初ドンロスロスみたいな。はい、すごい。ちょっとこれをね、実現に向けて企画を提言していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。いや、素晴らしい。美味しかったです。いや、これはね、マリシさんもやってて、これはすごかったんじゃないですか。面白すぎました。あと口開き止まってる姿が可愛い。ひな鳥、ひな鳥、肉あげるねーって。くしくも親鳥の気分になれたと思います。はい、これ最高です、企画。素晴らしい企画でしたね。いや、よかった。これは良かったです。これでも達人はね、やっぱ丸山プロぐらいしかならないでしょうから、引き続きちょっと難易度を上げつつですね、また引いた時に挑戦してみましょう。はい、はい、ということで、見事お肉の達人丸山プロ、ありがとうございました。
面白かった。この動画が面白かった、あとですね、もう一回見たいと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。